よし、ウォーロン続きやろう。8回目。8日目。8日目？ もうダメだ、昨日2回やったんか。そうだそうだ、昨日2回やって、6回目、7回目やったから、8回目だ。トータクを倒して、副戦場をやってるところやね。で、4章の副戦場があと1つで、んでだよ。んで、あと、ここか、溺れる残月の前に、取り損ねが、ここのパンダ、里山に刺す巨影のパンダが一つ。ここが、横転の要害、セミと書簡が一つずつ。黒山を飛ぶツバメ。ここ行くか。ちょっとここならすぐ終わりそうな気がする。いけるいける。ここはサクッと取れるわ。パンダ1個だけだし、探そう探そう。もうこのレベルならサクッといける。そういえばもうロマサガ2発売まであと1週間じゃね？俺前情報なしでや、何？買うっていうか、今回は一切情報を得てないからめちゃめちゃ楽しみ。一切ってわけじゃないけど、体験版もしてないし。それよりもパンダだ、パンダ探せ。当たんない。ん？こいつら頭揺れてるの鬱陶しいな。まあいや、とにかくパンダじゃ。パンダの場所さえ分かればそれでいい。
上怪しいよな、さっきの、さっきのやつがいた場所。いたー、あんなところにいた。どれもこれも実際はいらないんだよな。どれ落としてもいいんだよな。まあレベル差と防具の差はあるけど、めちゃめちゃ楽勝だな。もう黄金が滅びようと俺は滅びん。次に会う時はお前の最後だ。次これでパンダ解放な。ここさとやまに刺す巨影な。ここのパンダ解放したいよな。行くか。また妖魔が出たのね。里が襲われる前に退治しなくちゃ。ちょっと待て、ちょっと待て。
もゴリでいけるんじゃないマジで普通に。パンダだけ探しゃいいわけだからさ、もう合流していけるよ。そういえば自動分解自動売却あったな。これもう星2以下は自動分解しよう。もう考慮なし。遠距離武器な、遠距離武器は売却で2以下、防具も売却で2以下、小物も2以下でええじゃろ。待て、これで終わり？待て、パンダ、パンダ、パンダ。パンダ。捕まえてない。あいつを倒しに来たんじゃないんだって、パンダを取りに来たんだって。
や、パンダどこだマジで。なぜこのマップだけ見つかんない。で、これ以上先に行ったらあいつが出るんだよな、サンヨが。こっから向こうはダメだ。じゃあどこだ、パンダ。いなくね、普通に。これさっきの虎の場所でしょ。え、迷ってないこれ。ちょっと待って、最初から1から行こう。いや待て、マジでそれらしいやついないぞ、パンダ。この向こうがボス戦で、じゃあこっちか。いたー、見つけたよし、じゃあ倒して
さっさと次行こう。待て、これ最初のとこじゃねえか。完全に迷ってるわ。またどっちだ。あ、ここな。これで一安心ね。さあ、里に戻って老師様に報告しましょう。次、寒かまう巨門、書簡取り逃し。天の妖怪行くか、これ取り逃し。いやでもこれはもういいか、今日じゃなくて。ってことはここだ。溺れる残月、書簡、流石、パンダ。行こう、調べながら行こう。ちょっと待って、なんか出てる。槍にかけし誓いってのが出てる。先にこれ行くか。乱世に苦しむ民のため人徳の、主を求めて旅立たん。あたたかも高潔な麒麟のごとく趙雲は強く決意した。別れ際危険を顧みず駆けつけてくれたともに趙雲は誠意を込めて手合わせを申し込む。タイマンか。これまで多くの強者を撃ってきたが、殻を破るには至らず。天に昇りゆく竜よ、胸を借りるぞ。あ、勝て、超運めっちゃ勝て。待て、武器が違う。今日パリがうまくいかない。全然うまくいかない。まだまだ戦いはこれからよ。
諦める。まこと竜のごとき戦いぶりであった。いいね。あ、話せたな。死力を尽くしてもかなわずか。感服した。分かち合った麒麟の輝き、それを信じて拙者は戦い続けよう。そしていつか気候に劣らぬ壮士になってみせる。麒麟に新たな神獣の加護が追加されました。麒麟使ってないしな。苦境砂状、15の伏線状踏破。次、ここな、溺れる残月、書簡、流石、パンダ、表記が4、軍記3、竜に潜入した交渉の面倒を見ていた踊り子が共に逃げると約束した後消息を絶つ。妖魔にあふれた竜にまだとどまっているとすれば最悪の結果となるだろう。ビューってあの、あれじゃん。ドラゴンいたところじゃん。バハムート。一緒に踊ってくれた子が逃げそびれたらしいの。早く見つけてあげないと。バハムートは一個手前だ。もらっちゃいましょう。怪しい場所がなさそう。こいつビビらせやがってマジで。クソビビった今の。ここは入れないと。表記がまず1個。
でもまさか交渉が朝鮮で呂布の妹だとは思わなかったよ。面白い設定盛り込んできたな。お、また。今のところ何にもないよ。ここまで大事そうなアイテムありそうなもんじゃけどな。何探してるんだっけ。その前にパンダ書簡流石か。パンダ書簡流石な。敵陣陥落やったわね。どんどん行きましょう。何あげりゃいいんだろうな、これ。しかし。やっぱ水なんかな。もうとにかく、ステルスで行った方が良さそうな気もするし。なんだか嫌な感じがするわ。正直今の背後からの攻撃のパリーはめちゃめちゃうまかったと思ってる自分で。あれはちょっとうまかったよ。いたこんなところに。舞妓の走り書き、ジョー。ってことは、ここ下巻があるぞ。竜の、アトミアで拾った。アトミアの奥に脱出用のはしごを設置した。まだバレていない。必ず無事に逃げてみせるわ。うまいことこいつ避けるな。しかし、
げーでかいのいるよ。わーわーん。よく見てね。この辺りきっと何かあるはずよ。表記2本目。表記3本目。ないよな、もうなんかそれらしいもの。ないよな、取り切ったよな、このマップは。マジで。表記4本目。どうもこの…あ、これ表記か。この奥じゃないの？違うの？あ、ここだ。こっちだ。大丈夫よな。取り逃しないよな。
度には弱すぎたかしら。待て、軍旗ってことはもうこっからボス戦じゃないの。絶対取り逃しあるよ。いやー、ダメダメ、準備できてない。ダメです。あ、出た、舞妓の走り書き。下巻竜の地下に残されていた。あの長寿んとこは無事に逃げられたのかしら。彼女を見ていると故郷の妹を思い出すの。死ぬ前にもう一度妹に会いたかったわ。ってことはセミだ。セミを探しに行こう。最初のマップが怪しいのよ、絶対に。いや、違う、セミじゃないな。流石だ。流石があるんだ、どっか。ここにセミはないわ。ちょ待って、撮ってるし。いつの間にか撮ってるし、どっかで拾ってるし。拾いに行く必要なかったわ。行こう、じゃあ。で、一旦チェックしておいて、全部拾ってるよな、これで。書簡、流石、パンダ、OK。さあ、誰だ？スイキ？サハギンか。ことになるなんて、ごめんなさい、力になれなくて。え、いいの、こんなにあっさりで。イエーイ、カンカマウキョモンのな、これな、書簡。
ょっと一応場所を確認して、遠ければもう主戦場行こう。ちょっと調べます。はあ、なるほどな。カユーの近くにあるわ。じゃあ一気にカユーの手前まで攻めていって。もう一回両方倒すのもありか。孫権軍兵卒、孫権軍兵卒の手記と、連合軍武将の日記がある。で、孫権軍兵卒これ取ってるから、連合軍武将海雨の近くだ。じゃあやっぱり、この海流立つ限り何人たりとも倒産。これだ、見つけた。連合軍武将の日記出た。で、次、呂布。んでだ、拾ったのが、連合軍武将の日記。
古老館の戦場で拾った。はるばる集まった大軍が一人の問いに止められるとは。こんな奴らが董卓を倒すなど少子千万、やむをえん。そろそろこの俺様の出番だ。海遊を打って若輩どもに真の戦を教えてやる。見よ、俺の大物は今血に飢えている。誰だ。大物、海遊じゃないんだ。連合軍武将の日記、誰だろう。斧を持ってて、誰だ、気になるなこいつ。この時代で斧を持ってるやつって天意ではね、天意じゃないな、絶対違う。誰だろうな。あー気になるな。まあいいや、両札をやろう。やばい、もう忘れてる完全に忘れてる。やっぱいい練習相手だわ、呂布は。楽しいわ。お前が炊ける相手とは珍しい。待て、
まあ鬱陶しいな本当に。よし、無駄に時間食っちゃった。オッケー、これで第4節全部終わりな。3が、あと3はもう終わってる。あと2が、2がここだけ。かなに、いや待て、これ次回にするか。明日朝早いしな、ちょっとここ行こう。じゃあ、スイートに潜む暗流。董卓を撃った呂布は弾薬を手中に収め姿を消した。諸侯はそれぞれの主役で動き始め、四部五裂した中原の大地は群雄割拠の様相を呈する。暗中に消えた弾薬の行方を追っていた曹操は突如現れた呂布の軍勢に牧羊を奪われる。乱世は弾薬を終えた呂布を中心に再び回り始めた。まあ、ちょっとここは調べながら行くわ。待て、めちゃめちゃこれいろいろあるぞ。これ鍵、龍脈の消化、金セミの抜け殻が2つ、これなかなか大変そう。あの水門、縄で吊るしてあるようだな。ちょっと近くを調べてみようぜ。正直もうこれ呂布が敵になるんだよな、ここは。なんか八賢将とか出せばいいのにね、あの三国無双とか増派とか覚悟とか。ゾウハぐらい出てもいいと思うんだけどな。これは驚いたぜ。水が引いたらおあつらい向きの道が出てきやった。こいつをたどればトンニーんとこに行けんじゃねえか。せい、げー、ワニいるよ。
あー全然輪に対したことなかった。お、干渉爆弥。おお。雷攻撃力、雷持ってないしな、覚えてないしな。神獣、神獣全然使ってなくね、神獣も。でも多分干渉爆弥の方が強いわこれ。してやがんな。ただの自由兵だと思ってたけど、知らぬか。はあ、そういうことね、繋がってんのね、ここが。してねえだろうな。花公園と花公園ばっかり目立ってさ、あの倉庫、いとこのさ倉庫とかさ、もう一人いたでしょ確か、宗人か、あっちが目立たないのなんでなんだろう。花公園、花公園、倉庫、宗人、4人で行動してたはずでしょう、確か。
待て、これショートカットか。ってことはあの建物をこう通って飛び降りてからのはしごを下ろすと。なるほど。いやー、ここだいぶ広そうよ、マップ的に。めっちゃ広そう。まあなんとかなるんだね。うわー、半分食らうとか結構きついぞ。気を抜いたらやられる。これはさすがに差がでかい。でもいけそうな気がする。からの、よし、からのあいつだな。どうするかな、斧持ちいけるかな。
違う奴が来てるし。ブリブリきついがこれ多分こっから行かない方がいいよ。いやでも開いてみるか。開かない扉の反対からでないと。いやいい、でもここを落としただけでもでかいよ。これな、これな。ここも無理ってことか。あー分かった、水路を抜けて、水路を抜けた後向こう側から出ろってことだ。
やっぱり。こういうのちょいちょい探さなきゃダメってことなんよな、セミとか見つけようとすると。表記、ちょっと待って、表記少なくないか、これまだ1個目でしょ。まだここで1個目なんだ。やっぱりこれが最初の表記だ。おお、結構いるぞここ。1、2、3、4、5。で、軍機がここで解放できて、ここをゆっくり進むとするか。おい、まだ何も出てないぞ、貴重品。これ合ってんのかな。そろそろ1個ぐらい出ないとちょっと不安になってくる、こっちも。
何もない。いや、待て、怪しい。ここは怪しい。怪しいよ。ほら、ほら、ほら。ほら、出た。違う。セミじゃない。どこだ？したもんだぜ、お前。待て、軍旗じゃん。待て待て、軍旗、表記、ちょっと待て、表記もあるぞ、近くに。いいのかこれ。なんか不安になってくるな、ここまで来ると。いや、待て、ちょ待て、この近くにある。あるあるある。今、表記。前の子にそういった断層を分かる。待て、待て待て待て、戻ろう。取り忘れがある。表記がもう一個ある。水路の中にもう一個表記があるっぽい。あれ一個でしょ、まず。
出口手前を横にそれる。いやもう出口なんだけどないんよな。これどこのことだろう。ここしかないよな。出口手前の階段を登った先に行こう。いや待って、わかんない、全然わかんない、どこのこと言ってんだろうこれ。あ、違う、あれじゃない、いかん、ちょっと待って調べるわ、これはわかんないわ。あれしかないよな。いや待って、これまさかと思うけどさ、さらに一個前じゃねえこれ、ここじゃねえぞ。最初の水路まで戻らなきゃダメだこれ。いや待って、ここ来てるよな、絶対来てるよな。俺どこで迷ってるんだろうこれ。ちょっと待って、表記がない。あった、
ここだ、見つけた。そういえば、そういえば俺一回ここ覗いたよな、来た時に。ここを覗いたよな俺、こうやって。そうだわ、俺なんでこれ取り逃したんだろう。じゃあここのショートカットってどうやって作んの？いやこれだいぶ広くない？これマジで。で、ここ、表記がすぐ近くにある軍旗、多分ここのことだわ。表記の方向をパンダの場所が、表記がすぐ近くにある軍旗から表記の方向を正面に進ん正面に右側に進んだ先。説明下手くそかマジで。多分この先なんだろうな。違う。何もない。表記がすぐ近くにある軍旗から先に進み、橋を渡らず右手側に進んだ行き止まりにあるた。もう説明がむちゃくちゃすぎてわかんない。数ある兄弟の中でもトンニーと俺が最強。文句ねえよな。いや、ちょっと先行ってみよう。じゃあ、あ、いた。しかも兵士がパンダと遊んでるし。
孫子略解。調整の欠、なんだろうそれ。同盟の揃え効果。なんだろう調整の欠って。ということはこのマップ、今いる場所のどこかの宝箱にセミがいる。あ、来た金セミ、これな、まず1個。ていうかこんなんばっかじゃね、扉の反対側からでないと開かないようだ。こんなんばっかじゃんこのゲーム。やばい、迷った迷ってる。待て、これ言ったら水路だよな。水路はまだ用はない。まだ探索が終わってない。待て、どう行くんだこれ。行けそうな気はするんだけどな。まだ行けないんかな。あー、でもそういうことか。わかったわかった。水路を降りて、
この向こう側へ出るんだ。あ、多分ここへ出るんだ、水路から。なるほどな。オッケーオッケー、把握、理解した。いや、今日ここのマップだけで終わりだわ、多分。長いわ、ここ。ゲマニ怖いよな、あれ見た目。これちょっと苦手だわ。苦手っていうか。苦手じゃないけど怖いわ、あいつなんか。なんかいるよあそこ。待って、誰だこいつ。見たことないのいるよ。ゲー、これやばいやつじゃない。なんかだけか。ゲー、まだいるよ。ほう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 、効かんじゃろうな。金セミの抜け殻、これで2つ目。パンダ、セミ、オッケー。次がまた龍脈の消化のみ。
今のはうまかった、今のはうまかったよマジで。やめえとそれマジで足を引っ掛けるなと。待てとマジで。イライラするわ。ちょ、もうイライラする。いや待て、まだ探索しないところあるぞ。こっち見てないよな。ここ見てないよ。ほらまだあるよ。おい、ここ広いぞマジで。どっちが正解ルートか分かんなくなってきた。であそこにもなんかいるんだよな。待て、コウジュン来た。最小的進行者10回撃破。あー、ここね、ここへ戻ってくるんだ。なるほど。
となるとさっきのこっちルートもう一本こっち行こう。であそこに一本表記見える。ディレイすぎるこいつ。で表記を立てる。でさっきのこの上ルートへ行く。こっちを上がるとあの白い表記があったところでもう一個囲まれた。ここだ。なるほど。あーでも確かにこれは一本道だわ。言われてみりゃ一本道だ。これは道さえ把握できればそんなにって感じか。
もうないな、取り壊しは。あとは、うん、竜だけ、竜結晶だけか。ここな、これな。待て。取り逃しがある、ある。待って、どこだ？どっかこの近くにあるっぽい。おい。そんなに戻るんだ。待て。めちゃめちゃ戻るぞこれ。ここだ。どうもこの下にあるっぽい。この下っていうかここだ。さっきの水門の水を抜いたことでこれが取れるようになったと。
上で、次この先に何か鍵がある。誰だ誰だ、こいつ鬱陶しいな。お、ちょ、トンニー頑張って、あれか、いや、これ軍旗だわ、違う、待て、表記もどっか取ってないよ、あった、表記。で、この辺に鍵があるっぽいんだけど、めちゃめちゃ分かりづらい、どこだ、あった、同志の家裏庭の鍵、これだ。で、これで、ここのマップ全回収。あ、長かった
で、これでボス戦って感じか。あー、はいはいはい、これで、最初の3つ目の扉が開くって感じか。開かない、ここじゃないんだ。ここか。ちょっと待って、あの扉どこだ。目取られるんだ、トンに撃たれるんだ。両夫めは姿を消したようだ。さてはおじけづきやがったか。なんで炎症の兵が、やりやがってな。トンニー化けもんじゃねえかこれ。トンニーどうした、しっかりしてくれ。見ていきゃいけるな、トンニーも大したことない。
あ避けづらいな攻撃が。待て、どうした？よし。思ったより回復使っちゃった。現状はここで終わる男ではない。総軍の申しにあるところ、常に先陣を切ってきたのは俺たち加藤一族。猛徳の道を切り開く役目は我らのもの。兄弟同然の総任を狙う奴は俺の意志で仕留めてやる。なれど妖魔と化した拙者を制するほどのお主の戦機、この目で見て、ソニーがお前を隅に置かねえのがようやくわかった。もはや、奮起に至ろうとも迷いなし。ソニーの天下を一直線に掴んでやる。お前に誇れるようにな。世話をかけたな。よくぞ戻ってきた。そう、猛徳の天下を見るまでは死ねぬ。かっこいいな、やっぱりトンニー。かっこいいわ。旅の旗が勝敗場に立ちました。両不明、早くも矛先を変えておったか。朱雀に神獣の加護。勧誘の総欲。加工と加工園と決議した。これね、誰だっけ、トンニーを撃ったやつ。劉備殿の留守中に城を奪われたと聞いたが。先で
酒のせいで出なけりゃ遅れは取らねえ。だからあれほど控えようと。すまねえ。この罪は命をもって償え。このバカ者が。液徳、命を軽々しく捨てるな。我らの誓いを思い出せ。兄貴、そなたが死ねば私も死なねばならん。ならこの俺が一人であの城を取り戻す。任せてくれ。水臭いことを言うな、液徳。それがしも行く。私もだ。兄弟の過ちは兄弟で償う。うん。果てにやるぜ。そなたも手伝ってくれるのか。仁と義の志、ありがたきものよ。ていうか張飛っていつになってもクソよな、実際は。こんだけ三国無双とかさ、ゲーム内ではさ、ゲームのおかげじゃない、ここまでさまともなキャラになったのって。領地を持たぬ我らがようやくたどり着いた地。張飛は結構クソなはずだよ。みすみす失うわけにはいかぬのだ。でさっき言ってた、曹操殿の力は借りず、花崗豚の片目を打ったやつ、あれ兵士じゃなくて曹操だ。そう、八賢将、呂布につく八人の武将で八賢将だわ。八賢将の曹操が、花崗豚の目を打ったんだ。そうそう。でもあれ三国志演技の方だったっけな。これ以上三国志の話すると俺ガンガン出ちゃうからやめとこう。最終の酒、これやって終わろうか今日。もう12時半だもんな、明日朝早いしな。これやろう。各家が重要な軍議に姿を見せず行方をくらませた。彼を推挙した淳育は自責の念を感じる。淳育は各家を連れ戻し、その汚名を返上すべく彼の噂立つ、半陽かな、これはの町に向かうのであった。書簡が1、パンダ1、流石1。各家殿を見かけませんでしたか。このところ軍議にも姿を見せず、皆が心配しています。牧羊場で見かけたとの噂があるので、牧羊か、一緒に探しに行きませんか。ハハハハ。
これ探すの結構大変そうじゃね。ここもまた、待って、これ軍旗だよな。これ以上行ったら多分ボス戦っぽいんだよな。遊び好きは有名でしてな。道楽軍師の日記。歩かれただけならいいのですが、牧羊の死骸で拾った。なんか言ってるな。順位に構えてもいられません。道楽軍師の日記。今日も大勝ちしたな。せっかくだ。主力どっちだ。でうまい酒でも買って久しぶりに花ちゃんに会いに行くか。待て、大事なアイテムが全然ない。待て、必要そうなアイテムないぞ。表記はあり、表記があそこにあり。欲しいなこいつ。ジュンイクもう一人で戦いやがって。マジで上がってこいよ、待ってるんだから。司教に当たりましょう。よし、龍脈 OK。
移送もありませんね。角下殿はお酒を召されるのが好きだったのですが、手がかりになりそうでしょうか。パンダは？待て、パンダがいない。待て、むちゃくちゃしてくるなこいつら。くそ、ああもう登れない。よしよくもやりよったのこいつら、マジで発達ほんと。あ、いた、いたー、パンダ。
し、これで全回収でしょう。お、ちょっと待って、カクカか。ここはどこだ。あれは酒か。まだたんまり飲めそうだ。おお、純育殿、これは良いとこに。ささ、一緒に飲みましょう。この乱世、たまには飲まねば気がめいるでしょうからな。正体をなくすまで飲むとは。お体に触りますよ。双剣であってこそ務めも果たせるもの。ご自重ください。やった、終わった。終わろう。疲れた、もう今日は。早いけど明日朝早いからちょっと終わろう。これで準備だけして終わろう。次回の、あーでもなんか鍵取ったな、裏庭の鍵。それだけ行ってみるか。裏庭の鍵どこで使うんだ。なんか鍵探してた女性いたわ。あ、あの人だ。あの、うちの亭主を見も。違う。ごめんなさい。この人じゃない。外から来られた方でしたね。どうか気になさらないで。あ、この人だ、この人、この人。あー、それそれなのよね、私の鍵。ありがとう、助かるの、本当に助かるのよね。ありがとう、本当に助かる。これでやっと普段の。何がある？この先に。嘘じゃろ？また鍵取ってこいと。ドラクエかよこれ、マジで。最後の鍵取ってこいみたいな、めんどくさ。お、お、お、誰だ。喋れない、誰だ。あー、なるほどな。
はいはいはい、ここへ来るんだ。いらっしゃい。待て待て待て、監視塔より干渉爆弾の方が強いぞ。こっち装備していくか。次近接ダメージ、わこっちの方が強いか。ちょっと一個ずつ使ってみるか、技を。お腹空いてきちゃった。狩りでも行くとするかな。おおほうほう、はい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 、使いづらそうめちゃめちゃ使いづらそう。これが結構というか、たまに便利な時あって。でもこれその場での攻撃だしな、使いづらいな。これ使いづらそう。これはまだ使いやすそうか。お腹空いてきちゃった。狩りでも行くとするかな。素早い突きを連続で繰り出す。仕事しすぎも考えない。武器を片手でくるくると回しながら前進して攻撃する。武器を回してる間はガードと同様に敵の攻撃を防ぐ。これ強いな。戦運適性。ガードは強いけど、他が監視塔より弱いって感じか。直塔の方が強いんだ。はあ、両方使ってみるか。もうどうせなら両方使おう。監視塔と、まあええじゃろう、これでええじゃろう。多分次回これで。これでローせずいけるはず。次これ義経の血脈なの前に、次回ここやろう。応天の妖怪、これの未回収の回収して進めよう明日は。
とりあえず終わろう。お疲れ様でした。もう疲れた。マジ疲れた。また明日やろう。お疲れ様でした。また明日。